In spite of bombings of Hiroshima and Nagasaki, Japan has been protected against the invaded monster by a giant warrior. ナオミ BK さんからこんな楽しい動画が届いています。それを皆さんに紹介します。広林浜松シティ、Japan。Since the bombings of Nagasaki and Hiroshima, Japan has been protected against invading monsters by a legacy of giant warriors. Since the bombings of Nagasaki and Hiroshima, Japan has been protected against invading monsters by a legacy of giant warriors.それにしても巨人ですね。驚きました。見るからに身長は3メートルを優に超えていると思われます。その巨人が終戦直前のですね、日本のある町を歩いていると、そういうシーンですね。で、これが本物なのか偽物なのかということですけども、これはある映画の一シーンでした。で、私はこうした映像の検証では、まず光が作る影の方向を調べるようにしています。赤い線がその光が作る影の方向ですけども、頭が作る光の影の方向とですね、ややここで違っていたわけですね。しかし、肩の方、ところを見ますと、光はやはり右上から当たっているということで、まあ矛盾がないというふうに判断しました。で、次にこうした画像のですね、検証では私は、合成か合成でないかというところを見るときにはですね、その境界部を拡大して、そこに不自然さが残っているかいないかということを判断するようにしています。で、大前提として、これがですね、いわゆる戦時中の映画である、画像であるということでですね、当時はもちろん画像技術って言いますかね、今で言う画像処理ソフトもありませんし、合成写真を作るだけの技術はなかったはずですね。ですから、合成、これがいわゆる戦時中のフィルムであるならば、そうしたその画像合成ということはできなかったはずだという前提で、まあ、それを条件にして考えたわけです。まあ、ともかくも拡大してみてですね、そして、まあ、見てみますとですね、境界においては不自然さがないんですね。いわゆる、まあ、写真を合成した時によくできるように、まあ、矛盾というものは感じませんでした。で、こうして赤い丸のところを見ても、同じようにボケているということでですね、まあ、戦時中のフィルム、戦時中という時代を考えますと、合成は不可能であったというふうに、まあ、判断を下したわけです。しかし、この映像そのものがですね、最近できた映画の一シーンってことになりますと、まあ話がぐんと変わってくるわけですね。特に最近って言いますか、こうした分野における映像技術の、まあ技術的な進歩っていうのは、まあ目覚ましいものがありますからね。ですから、まあ輪郭を見て、その線の中に、輪郭線の中に不自然さを、まあ境界にですね、不自然さを見るってことも、まあ難しいわけです。左はこれラファエルの描いたモナリザですけども、私この、まあ、巨人を見たときにですね、肩のこの筋肉が大変気になりました。というのはですね、この肩の筋肉っていうのは、まあ普通では、普通の、まあ普通ではってことは、いわゆるまあ、よほど屈強なスポーツマンでない限り、こうしたところにこのような三角筋がね、筋肉ができるということはないわけです。が、まあところがラファエルの描いた、モナリザの方にはそうした同じような筋肉があるということで、まあ、この人物がですね、本当に実在したとするならば、これは日本人ではないというふうに判断しました。それにしても、まあ、巨大だということですね。で、これがどう、まあ、これが、まあ、本物か偽物かということになりますと、今言いましたように、これは最近できた映画の一シーンですからね。当然偽物ということになりますけども、まあ、同時によくできてるなというふうには思いました。しかし、よく見ますと、画像がですね、まあ、戦時中の画像にしては綺麗すぎますね。綺麗すぎるということですね。そしてその後、まあ保存状態も極めて良い状態でないとこうした綺麗な画像ってのは今に残りませんからね。まあいろいろ考えてみますとおかしなところはたくさんあるわけです。まあともかくも、この、まあ巨人はですね、まあ実在しない、つまり、フィクションの
まあ、フィクシャスな巨人であるということになります。これから皆さんにお見せする動画はですね、真の始皇帝と、それから女王プアビについての、私の動画ですけども、それはフィクションではありません。私に何の検証を重ねて、その結果として、まあ、作り上げた動画です。まあ、そういう点、まあ、ここでね、皆さんにここでがっかりさせてしまったようなことになりましたけども、これからお見せする動画はそうではないということです。ともかくもこれはまあ、いたずらとは言えませんね。まあ、この映像がですね、映画の一シーンであったということを知らなかった私の無知ということになるわけです。もちろん、その、偽物は偽物ですけどもね。で、戦時中にできた映像ということで、合成はできないということで、まあ、この巨人は本物の可能性があるということで、皆さんにアンケートをお願いしました。結果、まあ、約 50% の方が本物、あるいは本物に近いというふうにか、答えてくださいました。そして 25% の人が、これは一気だ、偽物だというふうに答えてくださいました。で、まあ、この映画のことを知っておられましてね、これは映画の一シーンですよというふうに教えてくださった人もざりいらっしゃいました。まあ、つまり結論から言えばですね、これは映画の一シーンであって、ここに表現されている巨人は、まあ、実在しない巨人ということになります。まあ、巨人すぎますよね。ということで、続く動画をどうかお楽しみください。それでは皆さん、バイ。
Thank you, Steve. In the book, Millennium Hospitality Book Series, Charles Hull, the author, writes about tall whites, describing his encounters with a race of human-like extraterrestrials, the tall white, during a two-year duty assignment at Nellis Air Force Base from 1965 to 1967, as follows.As to salient characteristics of the tall white ETs, Hall has described these beings as tall, ranging upwards of 6 to 7 feet in height and quite thin and frail. The skin color is chalk white. They are physically different from us in several noticeable ways.Yet, the most important physical aspect is that they are humanoid, a fact that is filled with significance. Their lifespan is about 10 times ours. They do not age as we do, but after around 400 Earth years' time, they undergo a second stage of growth, eventually,reaching around 9 feet in height. They die of organ failure at an age of approximately 800 years. According to ex-biologists, extraterrestrials are not supposed to resemble us as they should have developed independently via natural selection with randomness andvarying environments, leading to innumerable genetic paths.1965年から1967年までアメリカのネリス空軍基地でトール・ホワイトと一緒に生活したことがあるチャールズ・ホール氏は辞書ミレニアム・ホスピタリティ・ブックシリーズの中でトール・ホワイトの特徴について次のように語っています。ノッポの白人 ET の際立った特徴について、ホール氏は次のように記述しています。つまり、ノッポの白人は身長が6から7フィート、180センチから210センチの範囲にあり、大変痩せていて、ひ弱な感じであると。皮膚の色はチョークのように白く、ノッポの白人はいくつかの点で私たち人間とは肉体的に異なっているが、最も重要なことはノッポの白人はヒューマノイドであるということ、その事実の中に最も大きな意味がある。彼らのライフスパンは人間のそれの約10倍である。ノッポの白人は私たち人間のように年を取らないが、約400年を過ぎたところでノッポの白人は第二の成長段階に入る。結果として身長は9フィート、2メートル80センチ前後になる。彼らはおよそ800歳で器官が故障し死を迎える。元生物学者によれば、外惑星人は私たち人間には似ていないと思われているが、それはそうではない。自然環境、環境的変数、また多様な環境による無数の遺伝的要素の中で別個に進化するからである。つまり、人間に似てくるというわけである。広瀬林、浜松セリージャパン。古代の旧約聖書の中に表現されている
神々は皆背が高くて、そして長寿だったようです。聖書の記述をですね、解釈分析すると、古代の神々は平均して800歳の寿命があったようです。そして古代の神々巨人説というのは全世界の至るところに残っています。今ご覧いただいているのがミトラ像ですけども、一番向かって右にいるミトラは左にいる人間の約 1.5 倍ほど大きかったように思います。また中世の画家たちもそのように表現しています。今矢印で示した部分を見てください。中央に座っているのが神ということになります。そしてその周りにいるのが人間ということになりますが、人間は小さく描かれています。この絵の中で中央に描かれているのが人間と考えられます。そして周囲の人たちが神と考えられます。神、つまり神々はこのように大きく描かれているということになります。この絵の中でもそうです。向かって左側にいるのが人間、子供ではありません。そして神々は大きく描かれているということですね。つまり神が人間よりも大きかったというのは、中世の時代においては常識だったということになるのではないでしょうか。が、こんなインチキ画像も出回っているから、どうか皆さんも注意してください。まあ、こうした捏造写真が出回っているということですね。つまり古代の神々、あるいは古代においては巨人がいたという伝説に基づいて、このようなインチキ画像も捏造されているということです。が、次の画像はインチキではありません。世界には巨人と言ったらいいのか、極めて背の高い人と言ったらいいのか分かりませんけれども、このように背の高い人がいるということですね。で、その中でも特によく知られている、また証拠が残っているのがロバート・ワドローという人です。その方はですね、身長が8フィート11インチ、つまり2メートル72センチ、2メートル72センチあったそうです。冒頭で紹介しましたチャールズ・ホールズ氏の証言と数字がここで一致します。これは偶然の一致なのでしょうか。トール・ワイトたちは第二の成長段階に入ると身長が2メートル80センチ前後になると言われています。まあ、言い換えると、このロバート・ワドロー氏を見るとですね、まあ、このロバート・ワドロー氏の姿からトール・ワイトがどのような身長を持っているか想像がつくというわけです。もちろんこうした身長の高い人がトール・ワイトと関係がある、あるいはエイリアンと関係があるということにはなりません。下垂体のホルモン分泌異常によってこのように背が高くなったと一般には説明されています。Thank you.
私、林浩司はギリシャ彫刻というのは古代の神々の系図あるいは歴史を表現した立体歴史彫刻であると考えています。つまりギリシャ彫刻を丁寧に分析すればですね、古代の神々の系図がわかるというわけです。と同時に神々の様子をそのまま表現したものであると考えています。そのギリシャ彫刻に表現されている神々は一様に巨大であることがわかります。馬とここに表現されている人物を表現してみてください。アルテミスもそうです。まあ片手でですねヤギを捕まえています。まあ巨人であったということになります。実際のヤギの写真は上ですけども、ヤギはこれほどまでに小さくはありません。アルテミスの大きさと比較するとヤギは実際のヤギよりも比較的小さく表現されているのがわかります。他にもいろいろな例があります。ミトラ像です。ミトラの像とそしてお牛の像を比較してみてください。お牛はお牛で大きいわけですけども、やはり相対的に見るとですね、まるでお牛と、まあ、ミトラがですねほぼ同じ大きさに表現されているように私は思います。つまり古代の神々は巨人であったと考える方が、つまり私は正確ではないかと思っています。一般には神々は大きく表現されていたというふうに説明されていますけれども、そうではなくて、つまりこの神々の姿そのものがですね、実寸であった可能性が高いと私は考えています。このレリーフを見てください。右にいるのがアフラマズダーだと思います。やはりこのアフラマズダーも馬に比較してですね、大きく描かれているのがわかります。足が優に地面に届くほど大きく描かれています。実際の馬はもっと大きいはずですよね。がしかし神々と比較すると小さくなっているのがわかります。足が地面に届くなどということは人間の場合はありません。まあ、これに対してこの2000年3000年の間に馬はですねこのように品種改良されたというふうにも考えられていますけども、これは一番古い写真ですけども、私が探した範囲では一番古い写真ですけども1917年の写真です。人間の足が地面に届くなどということはありえないわけです。また全世界にはこのような壁画が残っていますけども、まあ、周りの動物に比べてですね神々と思われる人物は一般に大きく描かれています。念のため北海道のドサンコと呼ばれている馬とも比較してみます。ドサンコというのは馬の中でも小型種ということになりますが、それでもギリシャ彫刻に表現されている人物は大きいということになるのではないでしょうか。皆さん自身の目でもう一度確認していただきたいと思います。こうした像あるいはレリーフに表現されている神々は一様に巨人であったということです。つまり古代の人たちは見たままをそのまま表現したということではないでしょうか。となると古代の神々は皆一様に巨人だったと考える方が私は自然だと思います。
古代の神々は巨人であったということになりますが、つまり巨人であったということだけで、私は古代の神々がトール・ホワイトだったと主張しているのではありません。もう一度チャールズ・ホール氏のレポートに目を通していただきたいと思います。そこにはこうあります。ノッポの白人は身長が6から7フィート、つまり180センチから210センチの範囲にあり、大変痩せていてひ弱な感じである。その彼らのライフスパンは人間のそれの約10倍である。ノッポの白人は私たち人間のように年は取らないと。が、約400年を過ぎたところでノッポの白人は第二の成長段階に入り、結果として身長は9フィート、つまり2メートル80センチ前後になると。そして彼らはおよそ800歳で器官が故障し、死を迎える。とあります。そこで旧約聖書ライリー版の内容を調べてみると、古代の神々もですね、総じて長寿であったことがわかります。その神々の寿命を表にしたのがこの図ということになります。左上のアダムから右下のノアまで、これらの年齢を平均してみますと857.5 歳という年齢が出てきます。約800歳もしくは900歳ということになりますが、その年齢はチャールズ・ホール氏がしてきた800歳という年齢とほぼ一致します。これは偶然なのでしょうか、そうではないのでしょうか、あるいはチャールズ・ホール氏がですね、こうした神々の寿命を知っていて、そして嘘話をでっち上げたというのでしょうか。が、それはありえません。つまり私は神々の年齢からして、その神々というのはチャールズ・ホール氏が言うトール・ホワイトではなかったかと考えるようになったわけです。さらに状況証拠が続きます。チャールズ・ホール氏はですね、トール・ホワイトはヒューマノイド、つまり人造人間であったと証言しています。その証拠がギリシャ彫刻に残っていました。ギリシャ彫刻をもう一度丁寧に見てください。ギリシャ彫刻の男性像です。しかしその男性が持っているこのものはですね、つまりは思春期以前、さらには幼児期の男性のそれであるということです。わかりやすく言えば、男性、つまり男としての機能をむにゃむにゃむにゃという雰囲気である点に注意してください。さらにそれに呼応するかのように、女性像の胸も同じようなことが言えると思います。こうした女性像の胸を見ると、つまりこれら女性の方たちはですね、いわゆる性交、妊娠、出産を経験したことのないむにゃ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 ということになるのではないでしょうか。つまりギリシャ彫刻に表現されている男性も女性もヒューマノイドであったという可能性がぐんぐんぐんと高くなりました。で、結論ということになります。ギリシャ彫刻はそれまでの神々の世界を表現した立体歴史書である。言い換えると、ギリシャ彫刻を丁寧に分析すると、神々の姿がその向こうに見えてくるということになります。そしてそのギリシャ彫刻を丁寧に分析すると、神々は総じて巨人であった。その身長は3メートル弱あったと考えられます。と同時に、古代の神々は800歳前後、旧約聖書に記録されている年齢から計算しますと 857.5 歳前後であったことがわかります。言い換えると、古代の神々は、つまりは
トールホワイト系の神々であったということになるのではないでしょうか。それを旧約聖書がこのような形で表現している、あるいは記録に残したということになります。もう一度ここが重要なポイントですから結論を繰り返します。古代のつまりは旧約聖書の中に描かれている神々の世界というのはトール・ホワイトの神々の世界を表現したものではないかということです。 Bye for now. Wikipedia English writes about the Tartary or Tartaria in Latin, the Tartary Empire.As follows. It was a blanket term used in Western European literature and cartography for a vast part of Asia bounded by the Caspian Sea, the Ural Mountains, the Pacific Ocean, and the northern borders of China, India, and Persia at a time when this region was largely unknown toEuropean geographers. The Tartary Empire is said to have been inhabited by giant people in its legend, and it is also said that its descendants still remain around the world today. Wikipedia 英語版は次のように書いています。タルタリア、あるいはタルタリー帝国はカスピ海、ウラル山脈、太平洋及び中国、インド、ペルシャの北の国境に囲まれたアジアの大部分で西ヨーロッパの文学や地図作成で使用されていた包括的な用語でした。この地域はヨーロッパの地図制作者にはほとんど知られていませんでした。とそのタルタリア帝国は巨人族が住んでいたと言われ、現在の今もその末裔たちが世界中に残っているとされています。広し林市浜松シティジャパン。この動画は以前制作した動画です。神々の寿命をテーマにした動画です。で、この動画を作っている時にですね、一つ私が気がついたことはですね、神々は巨人であったということです。まあ、それにはいろいろな理由が考えられます。つまり神々は巨人であったという方がですね、つまりその分だけ威圧感があってですね、つまり神々の偉大さを示すというわけです。まあ、そのためにですね、わざと神々を巨人に表現したとも考えられるわけですが、それにしても巨人であるということからですね、まあ、ひょっとしたら古代の神々は巨人であったということになるのかもしれません。まあ、こうした動画を作りながらですね、神々が巨人に表現されている点に注意してください。まあ、その流れの中でですね、巨人族というのが生まれたということになります。旧約聖書創世記の中にもですね、ネフィリウムと呼ばれる種族がいたということが書かれています。それ以外にもですね、例えば旧約聖書外伝のヨベル書、エノク書などにもネフィルムという名前が出てきます。つまりネフィルムという意味はですね、ウィキペディアの説明によればですね、落ちてきた者たち
という意味だそうです。つまりこの地上界に降りてきた人という意味だそうです。そしてですね、そのネフィルムの存在を示すような、物的証拠があるというわけですけども、同時にですね、こうした巨人伝説をもとにしてですね、数多くのいわゆる、いたずら、インチキ、偽写真、偽動画が作られていることも事実ということになります。ですから、このような形で今皆さんにご覧いただいているようにですね、古代の例えば壁画などに残っている、そうしたそのネフィルムを思わせるような人物を見ながら、今私たちはですね、考えるしかないということになります。ところがですね、1880年にフェルナンド・コルモンという画家がですね、大変興味深い絵を描いています。今皆さんにご覧いただいているのがその絵ということになりますけれども、このフェルナンド・コルモンの絵がですね、ある意味で大変重要な意味を持っているというところからですね、ひょっとしたら巨人族というのも否定できない、イコール本当に巨人がいたのではないかという点でですね、捨ておきがたいということになるのではないでしょうか。フェルナンド・コルモンという画家がですね、1880年に描いたエホバの呪いの前にそれから逃げるカインと題された絵です。で、この絵についてはたびたび検証してきましたけども、もう一つ皆さんに注意していただきたい点はですね、この絵の中の人物ということになるわけですけども、右先頭にカインがいます。そしてその後にですね、台の上に乗っているのが妻のアワンということになります。で、その男たちとそのカインとアワンと比べてですね、そのやや左下に白人の女性らしき人物が描かれています。で、その白人の女性らしき人物に注目していただきたいんですけども、この人物がですね、異様にと言いますか、周囲の男たちと比べるとですね、異様に小さいのがわかります。頭の大きさに注意して比較してみてください。そしてその向こうにいるアワンに抱かれた2人の子供がですね、今度は逆に異様に大きいわけですよね。で、左のこの白人の女性と思われる女性はですね、胸が大きいところから成人の女性ということになるわけですけども、やはり頭の大きさがですね、優に長さ比にして2倍以上は違うのではないかと思われます。で、果たして、つまりですね、これが白人の女性であり、またその周囲にいる男たちがですね、人間の男たちであるかということになりますと、大きな疑問符がつくということになりますけども、要するにここに描かれている、全体として見るとですね、神々及びその周囲の人たちは巨人であったということになるのではないでしょうか。フェルナンド・コルモンが描いた絵であるだけにですね、無視できないということになります。というのはですね、ここに描かれているのはカインであり、そして台の上に乗っているのはアワンということになるわけです。そしてカインはですね、顔にひげが生えています。つまり呪いをかけられる前のカインということになりますけども、フェルナンド・コルモンはそういうことを知っていたということになるわけですけども、それだけではないんですよね。つまりここの絵の中に描かれているカインはですね、エデンですね、エリジウム、すなわち、その現在のトルコのエルズルムからですね、喉の地に逃げていくということになるわけです。で、カインにもともとはひげがあったなどという事実はですね、私林博氏が発見した事実であって、1880年にフェルナンド・コルモンがですね、資料紙もなかった事実ということになるわけです。つまりこの絵はですね、大変重要な意味を持つ絵ということになるわけです。のみならずですね、その右上に遠方にですね、山が描かれています。
この山がですね、この向こうにエルブルスタンがあるわけですけども、その手前の山ということになるわけですけども、ファバムリ山という山であると私は判断しました。つまりですね、エア延期プロメテウスがですね、人間改造の罪に問われてですね、鎖でまあつながれた山として現在の今も伝説として残っている山なんですよね。そうした事実を重ね合わせていくとですね、フェルナンド・コルモンという画家はですね、そういうことを知り尽くした上でこの絵を描いた、つまり、まあ、そのいい加減な絵ではないということになるということです。その中に巨人族が今皆さんにご覧いただきましたように表現されているということです。となるとですね、ひょっとしたらひょっとして位置的にもですね、先ほどから言ってますようにですね、タルタリア帝国の位置とも一致するということからですね、無視できないイコール、ひょっとしたらひょっとしてタルタリア帝国は存在したかどうかは別としてですね、巨人族というのは本当に存在したのではないか、そしてその末裔たちがですね、今の今も存在しているのではないかということになるわけです。この今のこの時点においてはですね、あくまでも伝説ということにしておきますけれども、無視できない伝説というふうに私林博士は考えています。続いてそのフェルナンド・コルモンの絵についての動画を全く別の角度から攻めた動画ですけれども、まあ、皆さんにご覧いただけたら幸いです。 Bye for nowWhat you see here is a very mysterious painting or work by a painter named Fernando Coleman in 1880. The title of this painting is Cain Fleeing Before Jehovah's Curse. Again, the title of this painting is Cain Fleeing Before Jehovah's Curse.One thing to note here is that Fernand Coleman clearly stated Jehovah in the title. Jehovah is King Anu of Anunnaki. Then, anyway, Cain is depicted here on the right side of the picture, and on the left side of the picture is Cain's wife, Awen.ここに一枚の絵画があります。フェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いた作品です。タイトルはエホバの呪いの前に逃げるカインとなっています。繰り返します。タイトルはエホバの呪いの前に逃げるカインとなっています。ここで注意したいことは、フェルナンド・コーマンはタイトルの中で明確にエホバと述べている点です。エホバというのはつまりはキング・アヌ、アヌ王ということになります。となると、この絵の右端、先頭に立っているのがカインということになります。そして中央で台に乗っているのがカインの妻のアワンということになります。広し林浜松シティジャパン。But please take a closer look at the picture. アワン holds two toddlers in her lap. Who are these two toddlers?が、その絵をよく見てください。アワンは二人の幼児を膝に抱いています。これら二人の幼児は一体誰なのでしょうか。 A hint to solve the mystery is in a
Sistine Chapel Ceiling Painting. It is a painting entitled Expulsion from Paradise, which is said to have been painted by Michelangelo Buonarroti. Two pairs of men and women are depicted in this picture. One pair on the left is depicted, and they are Adam and Eve. The fig tree and its fruit are its proof. However, another pair of the right side depicted in it is not Adam and Eve. The pair is Cain and Abel. I will explain it in the following videos. Please watch it. However, it should be noted here that it is generally explained that the pair on the left is Adam and Eve, which is correct, and they look younger, and the pair on the right is Adam and Eve, also, who are exiled from paradise, but they look older. But is this explanation really correct?が、その謎を解くヒントはシスティーナ礼拝堂の天井画の中にありました。ミケランジェロが描いたと言われているアダムとイブの楽園からの追放と題された絵画です。その絵の中には2組の男女が描かれています。左側の1組は、これはアダムとイブです。イチジクの木と実が表現されています。それは間違いありませんが、より若く見えますが、その中に描かれている右側の一組はアダムとイブではありません。顔が違います。その一組というのは、つまりはカインとアワンということになります。それについての動画はこの後につなげておきますので、どうかそれをご覧になってください。が、ここで注意したいことは、一般には左側の一組は若い頃のアダムとイブであり、右側の一組は楽園を追放されるアダムとイブであると説明されているという点ですが、本当にそうでしょうか。 I, Hiroshihayashi, judge that the story on the right side and the story on the left side are expressed in a simultaneous occasion or at the same time. In other words, Adam and Eve on the left are being tempted by Lamia, a half-serpent witch, while Cain and Abel on the right are being attacked by a Lamia's angel at the same time. In other words, what is drawn here in this picture is Adam and Eve and Cain and Abel.Its basic composition is very similar to the Cain fleeing before Jehovah's curse, painted by the painter Fernando Coleman in 1880. Please compare these two. 私、林博士は、右側の一組と左側の一組の物語が同時進行の形、つまり同時に表現されていると判断しています。つまり左側のアダムとイブが下半身大蛇のラミアの誘惑を受けていると同時に、右側のカインとアワンはラミアの天使によって攻撃されているというようにです。つまりこの絵の中に描かれているのはアダムとイブ、それにカインとアワンということになります。そしてその基本的な構図は、先に紹介したフェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いたエホバの呪いから逃れようとしているカインの絵画と大変よく似ています。その両者をどうか見比べてみてください。In other words, that is to say that the two toddlers depicted in the picture of K
king fleeing before Jehovah's curse by a painter named Ferdinand Coleman in 1880, maybe Adam and Eve. However, this idea used to be unthinkable in the religious common sense of the time, both in Michelangelo's time and Ferdinand Coleman's time, 300 years later after Michelangelo. In other words,The more you look at the picture of Cain fleeing before Jehovah's curse by Ferdinand Coleman, the more mysterious it becomes. つまり、フェルナンド・コーマンという画家が1880年に描いたエホバの呪いから逃れるカインの中に描かれている二人の幼児はアダムとイブということになるのではないでしょうか。が、この考え方はミケランジェロの時代においても、またそれから300年も経ったフェルナンド・コーマンの時代においても、当時の宗教的常識では考えられなかったものです。言い換えると、このフェルナンド・コーマンの書いたエホバの呪いから逃れようとしているカインという絵は、見れば見るほど謎めいた絵ということになります。つまり、どうしてフェルナンド・コーマンはそうした事実を知っていたのかということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、一般的にはアダムとイブの息子がカインということになっていますが、しかし実際にはカインの方が年上だということです。なおかつ、アダムとイブが楽園を追放されたということになっていますが、実際にはアダムとイブは追放されていずですね、カインとアワンが楽園から追放されているということです。つまり、一般の解釈とは全く違った解釈がですね、これら2枚の絵の中に、つまりはメッセージとして書き込まれているということです。本当にカインはアダムとイブの息子なのでしょうか。しかし、これら2枚の絵を重ね合わせて考えてみるとですね、それはありえないということになるのではないでしょうか。つまり、カインとアワンの息子、そして娘がアダムとイブということになってしまうということです。この事実は、つまりこうした絵に仕込まれたといいますか、隠されたメッセージを読み取るとですね、今までの私たちが持っている常識そのものがですね、ひっくり返ってしまうということです。そんなことをどうか考えながらですね、続く動画をご覧になってください。The land of Nod is a place mentioned in the book of Genesis of the Hebrew Bible, located on the east of Eden, where Cain was exiled by God after Cain had murdered his brother Abel. Genesis chapter 4, 16. And Cain went outfrom the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Ototo を殺したカインは神エホバに追放され、神の目の届かない地エデンの東のノドの地に住んだ。創世記第4章16。Genesis chapter 4, 17 relates that after arriving in the land of Nod, Cain's wife bore him a son, Enoch, in whose name he built the first city.ノドの地に着いた後、
隊員の妻はエノクという息子を設けた。そして最初の年はその息子の名を取って名付けられた。創世記第4章17。広島市、浜松シティ、ジャパン。According to the academic interpretation, it writes about this fresco by Michelangelo Buonarroti that the image consists of two parts. In the left part of it, people commit original sin. On the right side of the fresco, Adam and Eve, persecuted by an angel, leave paradise. Spreading tree separates these two episodes. However, I, Hiroshi Hayashi, am definitely convinced that this interpretation is wrong. It's easy to see if you compare the two Adams. The faces are different. Yes, the person on the left is Adam, but the person on the right is not Adam. He is Cain. Jurai no dentou tekina kaishak ni yoreba, kono Michelangelo Buonarroti no kaita e wa 2つの部分に分かれていると言います。左側半分でアダムとイブが現在を犯し、次に右の半分でアダムとイブが楽園を追放されている絵であるとです。つまり2つのエピソードがこの絵の中に描かれているというのです。が、私、林浩司はこの解釈は完璧に間違っていると確信しています。二人のアダムを見比べてみれば、そんなことは簡単にわかることです。顔が違います。左側の人物は、これはアダムです。が、右側の人物はアダムではありません。カインです。以上のことを頭に入れて、もう一度この絵を見直してみてください。左側に描かれているのはアダムとイブです。若いアダムとイブです。そしてその右側に描かれているのはカインです。この人物がカインであるということは、この次に証明しますが、ともかくもこの絵はですね、左側にアダムとイブが描かれ、右側にカインとその妻のアワンが描かれているということになります。つまりこの二組の夫婦がですね、同時進行に描かれているということです。つまりアダムとイブの子供が、息子がカインということはありえないということになります。右側のカインとアワンの方がですね、左側のアダムとイブより年を取っているように描かれています。つまり、従来の説そのものがですね、ここで根底からひっくり返されるということになります。楽園を追放されたのは、カインとアワンであったということになります。